ペルセポネー、ペルセポネーは、ギリシア神話に登場する女神で冥界の女王である。ゼウスとデーメーテールの娘、一説にゼウスとスチュクスの娘で、ハーデス、ローマ神話のプルートーに相当の妻として、傍らに座しているとされる。しばしばコレー、乙女の意図も言及される。地上にいる間は、コレーと呼ばれ、冥界に入るとペルセポネーと呼ばれることもある。ペルセネとも、 日本語では長母音を省略して、ペルセポネ、ペルセフォネとも呼ぶ。ローマ神話では、プロセルピナと呼ばれ、春をもたらす濃厚の女神となっている。神話によると、ペルセポネー、当時の古礼は、ニューサ、産地であるが、どこであるのか小説あるの野原で、ニムペー、妖精たちと共に花を摘んでいた。するとそこに、ひときわ美しい水仙の花が咲いていたのである。 ペルセポネーがその花を摘もうとニュムペーたちから離れた瞬間、急に大地が裂け、黒い馬に乗ったハーデースが現れ彼女は、冥府に出去られてしまう。オリムポスでは、ペルセポネーが行方知れずになったことを不審に思った母、デーメーテールが、太陽神、ヘイリオスから、ハーデースがペルセポネーを冥府へと連れ去ったことを知る。女神は、ゼウスの元へ抗議に行くが、ゼウスは取り合わず、 冥府の王であるハーデースであれば、夫として不釣り合いではないと発言した。これを聞き、娘の略奪を、ゼウスらが認めていることに、デーメーテールが激怒し、オリュンポースを去り大地に実りをもたらすのをやめ、地上に姿を隠す。一方、冥府に連れ去られたペルセッポネーは丁重に扱われるも、自分から進んで、暗い冥府に来たわけではないため、 ハーデースのアプローチに対しても首を縦に振らなかった。その後ゼウスがヘルメースを使わし、ハーデースにペルセポネを解放するように伝え、ハーデースもこれに応じる形でペルセポネを解放した。その際、ハーデースがザクロの実を差し出す。それまで拒み続けていたペルセポネであったが、ハーデースから丁重に扱われていたことと何より空腹に耐えかねて、 そのザクロの実の中にあった十二粒のうちの四粒、または六粒を食べてしまった。そして母であるデーメーテールのもとに帰還した、ペルセポネーであったが、冥府のザクロを食べてしまったことを母に告げる。冥界の食べ物を食べた者は、冥界に属するという神々の取り決めがあったため、ペルセポネーは冥界に属さなければならない。デーメーテールは、 ザクロは無理やり食べさせられたと主張してペルセポネーが再び冥府で暮らすとに反対するも、デーメーテールは神々の取り決めを覆せなかった。そして食べてしまったザクロの数だけ冥府で暮らす一年のうちの一、三、または一、二を冥府で過ごすこととなり、彼女は冥府の王妃ペルセポネーとしてハーデースのもとに嫁いでいったのである。そしてデーメーテールは 娘が、冥界にいる時期だけは、地上に実りをもたらすのを止めるようになった。これが冬、もしくは夏という季節の始まりだという。また、ペルセポネが、地上に戻る時期は、母である、豊上の女神、テーメーテールの喜びが、地上に満ち溢れるとされる。これが、春という季節である。そのため、ペルセポネは、春の女神、もしくはそれに相当する。 メブキの季節の女神とされる、ペルセポネーの冥快域と帰還を中軸とするエレウシース比喩は死後の復活や死後の世界における幸、救済を保障するものだったと考えられている。デーメーテールがポセイドーオ,オ,オンとの間に産んだ娘、デスポイナと同一視されることもあり、キリシア神話が確立される以前はポセイドーオオオオンとデーメーテールの間に生まれた子だった。そもそも、 ペルセポネ自体が本来デメーテールと同じ神であり、同一神格の別の面が強調されただけではないかとも言われる。なおペルセポネへの言及は、オデュッセイア、オルペウス説話などにも見られる。このように、ペルセポネは強制的にハーゲースの妻にされてしまったが、ハーデースの妻であることを受け入れ、ギリシャ神話では夫のそばにいる場面が多い。またハーゲスの恋人、 メンテを厳罰に処すなど、強い嫉妬心を見せるようになった。しかし、ペルセポネー自身も美しい人間の男、アドーニスを深く愛し、ゼウス公認で一年の一、三の間、彼を恋人として堂々とそばに置いている。呼吸ュートス川のニュムペー、メンテーは、ペルセポネー以前に、ハーデイスが愛した女性。ハーデイスは、最初にメンテを愛したが、後に、 地上からペルセポネをさらって冥府に連れてきた。メンテは嫉妬に狂ってペルセポネに怒りや不満の言葉を浴びせた。自分の方がペルセポネよりも美しいのだから、ハーデースもいずれ自分とよりを戻し、館からペルセポネを追い出すだろう、と。しかしこの言葉が母、デーメーテールの怒りを買った。メンテはデーメーテールに足で踏みつぶされて死に、 どこにでもある草メントになった。別の話によると、メンテを踏みつけて草に変えたのはペルセポネーで、ピョロス市の東にはメンテの名に由来する山があった。アッシリア王妃ニュラースの娘ミュラー、スミュルナが不王を愛し、その結果生まれたアドーニス。この不幸な出生のアドーニスの養育を愛の女神アプロディーテーは密かにペルセポネーに頼んだ。しかしアドーニスの美しさに、 ペルセポネーもアドーニスを愛するようになった。そこでゼウスは一年の一、三をそれぞれアプロディーテー、ペルセポネーと暮らし、残る一、三をアドーニスが好きなように使うよう決めたのだが、アドーニスは自分の時間をすべてアプロディーテーに、よた。これを知った、アレースはネーモー内の死に変身し、アドーニスを殺した。この時アドーニスが流した地のアネモネが生まれ、死を、 悲しみアプロディーテが流した交流が白バラを赤く染めた。5. おさむき。